さん、こんにちは。プレカレアートユニオン事務専従の郡山です。川上先生に聞くプラットフォームワーク第1話は、プラットフォームワークのプラットフォームとはそもそも何なのか、プラットフォームワークはどんな人が働いているかなどを川上先生に質問してきました。プラットフォームワークっていうのは、そのインターネット上の仲介サイトを介して、その労働力を必要としている人と、まあ、その労働を提供して対価を得るというプラットフォームで働きたい人をこうマッチングするような、そのインターネット上の仲介サイトのことをプラットフォームと言ってますね。で、そのプラットフォームを介して仕事を得て労働をする人、これをまあプラットフォームワーカーというふうに言っています。プラットフォームワークっていうのは、まあ、典型的なところでいくと、例えば Uber Eats の配達員の方たちとかっていうのは、まあ、Uber Eats というプラットフォームの上で、飲食店と、その配達員がマッチされて、配達の仕事を受けて、あの飲食店まで料理を取りに行って、そこからお客さんのところに今度配達員が運ぶと。で、それは全てそのプラットフォーム企業である Uber Eats の指示の下で行われているということですね。で、特徴としては、そのプラットフォームっていう、まあ、その多くのですね、多数の配達員と多数の飲食店をこう結びつけているプラットフォーム企業っていうのが存在して、で、まあ、そこがですね、あの通常配達員はスマートフォンのアプリで自由にログインしたりログオフしたりすることができるということで、伝統的なその雇用労働とは結構働き方が違うと。例えば何時にあのオフィスに行かないといけないとか、その雇用契約があるとかですね、何曜日の9時から6時まで働くとか、そういうわけではないので、そこがまあプラットフォームワークの特徴かなと。通常の、 あの正社員のような給食、その給食数が少ないということになれば、やっぱり誰でもその登録すれば面接も必要なく誰でも始められるということで、そのプラットフォームに登録して、あのプラットフォームワークを始めるっていう人が増えてるっていうのはあるんじゃないですか。川上先生、ありがとうございました。今回のまとめとしましては、プラットフォームとはインターネット上の仲介サイトを通して働き手と雇い主をつなぐ新しいシステムのことで、代表する企業としては Uber Eats などが挙げられます。従来の雇用形態とは違い、気軽に登録でき働けるので、このコロナ禍で広がっていることが分かりました。